田村貴明君。はい、委員長。日本共産党の田村貴明です。種と苗は農業の基本であり、農家にとってみたら種と苗は命そのものであります。その取り扱いを変える今度の法改定にあたって、果たして農家は知らされているのでしょうか。最初に野上大臣にお伺いします。大臣、農家はですね、この法改定のことをですね、知っているんでしょうか。ほとんど聞いたことがない。たくさん私、声を聞きました。大体自家増殖は原則自由だったので、登録品種であるか否か、それも今も知る必要もなく栽培していると、そういう声も聞いたわけであります。農水省は説明をされてきたんですか。野上農水大臣。はい、農水省では昨年3月にですね、農業者が持続的に優良品種を利用していくための品種の保護のあり方についての検討会を立ち上げまして、幅広い分野の有識者に参加いただいて、計6回にわたって検討を重ねてまいりました。で、この検討会では全農全中に加えて農業者2名に委員としてご参加をいただき、忌憚なく意見をいただいたほか、有機農業者、大規模農業者、種苗の増殖農家からですね、現場についてヒアリングを行いました。で、今般の改正案は、現場の意見もですね、しっかりと踏まえた上で提出したものと考えております。また3月の閣議決定後には、法案の説明資料ですとか、Q&A などの資料を公開するとともにですね、要請に応じまして、自治体や農協、報道関係者を対象とする各種説明会、10回以上でありますが、あるいは雑誌への寄稿等々も行っているわけでありますが、引き続き丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。田村貴明。にもかかわらず、今国会でも、この種苗法の改定については、疑問、それから反対、慎重審議、見遅れ、こういう声が毎日のように来ていますよね。理解が得られていない人がたくさんいるわけですよ。少なくともですね、今国会の成立は断念すべきであります。質問続けます。本法案の目的は、優良品種の海外流出を防止するためとしてですね、そのために自家増殖、これを許諾制にするという内容が入っています。自家増殖がまるであたかも海外流出の温床になっているのではないか、これ、あまりにもひどいやり方であります。先の立憲民主党の宮川議員の答弁でも、その根拠、論拠については示せるものはないわけなんですよね。農林水産省、知的財産課は2017年11月1日、農畜産業振興機構、いわゆるERIC、このホームページに、海外における品種登録の推進についてと題する解説文を出しています。今もこのホームページに載っています。紹介します。海外流出、この事態への対策としては、種苗などの国外への持ち出しを物理的に防止することが困難である以上、海外において品種登録、育成者権の取得を行うことが唯一の対策となっていますと、こう述べてるじゃないですか。種苗の持ち出しは物理的に困難であると述べています。農家の自家採取をたとえ一律許諾制にしたとしても、種苗の持ち出しを止めることはできるんですか。これ、物理的に不可能じゃないんですか。空港、港、それから貨物、税関はすべての品目について種が入っている、苗が入っている、チェックできるわけないじゃないですか。流出は防止できると考えてるんですか。太田食料産業局長。お答えをいたします。密輸というような形態がありますので、完全に止められるということが難しいというのはおっしゃるとおりでございますけれども、現在の法律ではですね、国内における権利保護というのを想定していて、登録品種であっても海外への持ち出しを止めるということができない、それからしっかり守るべき知的財産の管理が緩すぎたということが海外への流出につながっているというふうに考えております。で、従いまして登録品種につきまして国内利用限定という利用条件を伏せばですね、海外の持ち出しを制限できる、こういった措置を講じるものでございます。この改正はですね、
日本の強みである植物新品種の知的財産を守って産地形成を後押しするということで、ご理解をいただければというふうに思います。田村高く、持ち出しを禁止、持ち出しを阻止することはできないということです。もう一問聞きます。仮にですね、種苗が流出して海外でですね、増殖されていた場合に品種登録していなければ栽培を止めるなどの対抗措置は取ることができるんですか。太田食料産業局長。お答えいたします。海外において品種登録をされていなければですね、海外における栽培に対する手立てはございません。ただ今回、種苗法改正いただきまして、海外への持ち出しを禁止するという、海外への持ち出しを制限するという条件が付けられた種苗につきましては、その海外で栽培されたものの国内への持ち込みにつきまして、明らかに違法ということになりますので、そういったものの抑止というのは一定の効果があるというふうに思いますし、引き続き海外での登録につきまして進めてまいりたいと考えております。田村高明。それは生産者に対するちゃんとした説明で終わる話じゃないんですか。なぜ一律に許諾制に持ち込もうとしているわけですか。そこが納得できないわけであります。これはもう立法事実に関わる話であります。シャインマスカットにしても開発者である日本の政府がそれぞれの国で品種登録をしてこなかったから育成権者が及ばない、こういう問題になってるんですよ。政府の怠慢を棚に上げてですね、自家増殖を原則禁止するというのはお門違いだと思いますよ。農家の自家採取が海外流出に結びついているかのようにおっしゃるけども、何の根拠も論拠も実態も示すことができていません。この自家増殖の実態についてお伺いをします。品種登録のうちどれだけ自家増殖されているのですか。農林水産省が5年前に行った平成27年度自家増殖に関する生産者アンケートでは、全体で 52.2% の結果でありました。かなりの割合であります。この調査は45件、1055の経営体を対象にしたものに過ぎないのでありますけれども、この調査以外に自家増殖の実態を示すデータはありますか。イエスかノーかでいいですのでお答えください。太田食料産業局長。お答えいたします。今おっしゃった調査でございますけれども、自家増殖を行っている生産者の割合は高くなっておりますけれども、これはですね、自家増殖を行っていると見られる生産者を調査対象として都道府県に選定いただいた結果ということで、募集団が自家増殖を行っているということに傾いているものであるというふうに思っております。これ以外の調査というのはございません。ないんですよ。自家増殖一律許諾制にするというですね、大きな法改正があるのにその実態について示されるデータがないんですよね。資料がないんですよ。これが大問題です。もう一問聞きます。日本有機農業研究会の調査2009年では、有機栽培農家は6割の種子を自家増殖から得ている結果が出ています。2007年の種苗法改正審議の際に農水省は有機農業の実態を十分把握し自家増殖の取り扱いについて検討する必要があると答弁しました。その後有機農家の自家増殖の実態は調査されましたか。太田食料産業局長。お答えいたします。昨年度農林水産省は委託事業として有機農業者を対象にアンケート調査を実施しております。これによれば自家増殖をしている品種の9割は一般品種との回答を得ております。田村高明。ですからね、先ほども質問があったように、その有機農業をされている方の自家増殖の比率はものすごい高いわけですよ。ですからそういった方々がこの法改正によってどういう影響を受けるのかっていうのはちゃんと聞いて、そして聞いた内容について委員会に示していただけなければ私たち審議できませんよ。農家への許諾制の影響について伺います。影響が及ぶのはごく限られた品種だというふうに答弁があっています。
しかし、この省令で規制される登録品種の数は、何品種あって、法改正されれば、現在登録されている登録品種のうち、何品種が新しく許諾が必要となるのでしょうか。この数字についてお答えください。太田食料産業局長。お答えいたします。現在も農林水産省令で定められました栄養繁殖をする植物につきましては自家増殖に許諾が必要となっております。これは現在396種類の植物が定められております。でこれに対しまして法改正によりまして新しく許諾が必要となる植物の種類は384種類となります。田村貴明君。そうするとですね、新しくですね、5294品種が、これ、許諾が必要な範囲に入ってくるというわけですよ。非常に大きいですよね。影響が出てきますよ。それでね、農水省はですね、農家の負担増は指してないというふうに言ってきてますけども、登録品種を、ここ聞いてくださいよ、大臣も。登録品種を自家採集して、今は許諾を求められていないというね、農家があったとします。だけど、この法改正があった後は、許諾を求められる可能性はありますよね。許諾が求められないままで営農を続けられるという保証はどこにありますか。野上農林水産大臣。まず自家増殖については、一般品種を用いる場合にはですね、許諾が必要はありませんが、今お話になった登録品種を用いる場合にもですね、ブランド米のような現在も種子や種苗を購入している場合ですとか、先ほど議論になりました、いちごのように現在も増殖が許諾されている種苗を利用している場合には、新たな負担は生じません。またそもそも育成者権者が許諾不要との意思を示せる場合にも、許諾は不要となります。また負担との話もありましたが、農研機構や都道府県、これは普及を目的として品種を開発しておりますので、この高額の許諾料を徴収することは通常ありえませんし、民間の種苗会社も、著しく高額な許諾を取るということは、この水準を見ておりますので、考えにくいと思っております。そういう意味では、今般の本改正によって、過度な負担が生じるということは考えておりません。また許諾の手続きということも、お話ありましたが、団体等がまとめて許諾を受けることを周知するほかですね、個人の農業者が簡単に手続きできるように、許諾契約のひな型を示すなどの対策も講じてまいりたいと考えております。田村貴明。私が聞いたのは、今、育成者がですね、許諾を求めていないという農業の実態があって、自家採取をしていると。しかし、この法改正後に、権利者がやっぱり許諾を求めます、許諾料をいただきますというふうに判断するのは、それは権利者の意思次第で変わっていくんじゃないですかと聞いてるんですよ。今の形態が全く同じような形態で続くという保証がどこにあるんですかと聞いてるんですよ。お答えください。太田食料産業局長。先ほどお答えをいたします。先ほどいちごの話でいろいろご議論させていただきましたけれども、産地でですね、重要となっている品種につきましては、その産地化のために都道府県の試験所あるいは農研機構が全部だよ開発したものでございます。日本全国だよ。それにつきましてはですね、そういう産地化をするあるいはブランド化をするということで開発をしておりますので、引き続き栽培をしていただくように許諾が与えられるというふうに理解をしております。田村貴明。今の答弁重要ですよ。許諾はずっと認められるんですね。許諾は請求しないんですね。許諾を求めることもなくて、許諾料を請求することも絶対ないわけですね。ちゃんと答えてください。太田食料産業局長。権利者の意思次第でしょ。手続きとしてはですね、許諾を求め、それからそれによって、先ほども言いましたように産地化を図るというようなことで開発をされておりますので、許諾が行われるというふうに理解をしております。はい、田村。許諾を求めるんですよ、権利者は。
ですからね、この法改正をすることによって、権利者の背中を押すことになることは間違いありません。そして権利者がですね、許諾を要求し、許諾料を請求する、こういう流れになることは間違いないんですよ。だから皆さん心配されてるんですよ。自分の許諾料がどうなるのかと、そのことについて全然納得できる説明資料がありません。種苗の海外流出は自家増殖を禁止したところで防ぐことはできません。海外流出に農家が関わってたということも立証されていません。さらに登録品種の許諾制導入で農家の負担は増える可能性があることが明らかになっています。種苗法を変える必要はありません。時間が参りましたので、この先の議論については次回の質疑でやらせていただきたいと思います。今日はこれで終わります。午後2時30分から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。